夜明けには飛空艇の改装が終わる。アルフレッドのところに行ってみよう。アルフレッド、起きてるかい？どうぞ、鍵は開いてますから。お邪魔するよ。明日も早いっていうのに、まだ起きていたんですか？そういうアルフレッドだって起きてるじゃないか。ええ、考え事をしていたんです。考え事？そうです、僕が旅を始めてから今までにあったことを振り返って考えていました。最初、僕は父の薬を探す旅に出ていた。人に流されるだけの人間でした。今考えれば、現実からの逃避をしていただけのように思います。それがみんなと出会って、少しずつですが変わってこれたんです。みんなと出会わなければ、きっと今でも人に流されて生きていたでしょう。いえ、その前に兄に殺されていたかもしれませんね。アルフレッド、今となっては兄が呪いの呪縛を受けていたのかは分かりません。ですが、その呪いの元凶となった水晶が、今は僕たちをペイリアに運ぶための力になってくれる。そうだな。アルフレッドとランフォードの父親が、あの水晶を見つけてきたために悲劇は起こった。だが、その水晶があったおかげで、ペラキアの化けの皮を剥ぐことができ、今は星の世界へと旅立つことができる。呪いは消え、希望の光を空へと送る力に変わる。そういうことだな。思えば不思議な話ですよね。父の薬を探すための旅が、いつの間にかこの世界の危機を救う旅に変わってるんですから。でも今の僕は逃げませんよ。僕たちがやらなければ、他の誰にもできないことじゃないですか。困難だけど、やりがいのあることですよね。明日は頑張りましょう。僕たちにこの世界の運命がかかってるんですから。そうだな。それじゃ、そろそろ夜も更けたようだし、俺はもう部屋に戻るよ。おやすみ、アルフレッド。おやすみなさい。ランフォードのところに行ってみよう。どうしたのだ、こんな夜更けに出歩いて。ランフォードこそどうしたんだ。明日は早いんだぞ。うん、眠れなくてな。少し夜風に当たってきた。それより、こんなところで立ち話をするのもどうかな。私の部屋にでもどうだ？それじゃ、お邪魔するよ。何もないところだが、くつろいでくれ。そうさせてもらうよ。ついに明日だな。それを左右するのは俺たちなんだな。どうした、怖いのか？怖くないと言えば嘘になるな。だが、俺たちがやらなければ他の誰にやれるというんだ。確かに、ペイリアを止めることができるのはお前を置いて他にない。私たちにできることは、お前が万全の状態で臨めるようにしてやることくらいだ。すまない、ランフォードは怖くないのか？これまで幾度となく国の命運を背負って戦ってきたが、今回はその桁が違う。正直言えば不安だらけだ。だが私には、この命を懸けて守りたい者がいる。そして彼女の愛するこの世界を守りたい。彼女、
エミリーのことか。そうだ、私も不器用な男でな、なかなかエミリーの思いに気づいてやれなかった。どうやらお前もそのようだがな。俺が？不思議なもので、自分のことは分からぬくせに他人のことはよく分かる。お前が気づいているかどうか知らぬが、クラレットが随分と気にかけていたようだぞ。クラレットが？そうだ、お前と話す時の態度が違うことに気づかなかったか。やはり気づいていなかったのか。私のところに来るより彼女のもとへ行ってやった方が良かったのではないかな。彼女もお前を待っていると思うのだが、私から言えるのはこのくらいだ。今日はもう遅い、私もそろそろ寝るとしよう。ああ、おやすみランフォード。クラレットが俺を好きだったなんて、それに気づかないということは俺も心に余裕がなかったのか。だがそれも明日までだ。明日が無事に終わればもう寝よう。明日は早い。